チッとポチッとポチッと M ラジポチこんばんは、オリックスバファローズの田口壮です。10年ぶりに電車に乗って MBS のラジオのスタジオにやってきました。当時と変わらぬスタッフの皆さんの笑顔に迎えられて入ってきましたが、本当に緊張してます。当時聞かれてた方もいると思いますし、今日初めて聞くかなっていう方もおられると思います。楽しんでいただけたらと思います。日本一になっても夜はラジオと決めてます。頑張って汗かいて、それでもダメな時もあるけれど、いつだって忘れないで、一人じゃないさ。皆さんこんばんは、 MBS アナウンサー馬野正幸です。ナイターオフシーズンの MBS ベースボールパーク日曜日、週替わりのパーソナリティでお送りしていますが、10年ぶりの復活。あの当時もね、田口さんのつぶやきというか、まあ、1週間思ったことでスタートすると、そしてあの坂本圭介さんね、このテーマが流れるということで、懐かしく思ってる方、まあ、初めて聞くという方もいらっしゃると思うんですよね。当時はウィズ夜はラジオと決めてますということで、火水木金日帰りで、パーソナリティが担当していたわけですけども、2012年のシーズンですから10年ぶりになりますけども、まあ、今回は10年ぶりに復活ということで、改めてご紹介いたしましょう。今シーズン日本一に輝きましたオリックスバファローズ外野守備走塁コーチ、 NBS ラジオ本当にお久しぶりです、田口壮さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変わってませんね。いや、変わってないですかね。うん。緊張しますね。いや、だってね、いや、声も変わってないし、体型も変わってないですよね。体型はね、見た目は変わってないんですけど、うん、お腹周りに脂肪が。ああ、そういえば一緒です。はい。はい、体重計乗ってしまうと、明らかに出てくるっていうね。うん、はい、白髪もそんなにないし。来てます、来てます。でも髪は減ってないですもんね。髪は、はい、頭頂部見ますか？いやいや、全然。そうでもないですか？僕はどうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？当時だから僕と田口さん4歳違うのかな？はい。ね。ですから、47歳と44歳でやってた2人が、はい、57歳と、54歳になりました。はい、田口さんはこの番組が評論家というか、引退して初めてのメディアの仕事ということ、はいはい、気合入ってましたよね。気合は入ってました。ただただでも楽しかったんで、はい、4時間の番組でしたね当時ね。はい、はい、でいろんなことが目新しくて、うん、で何にでもチャレンジしたいと思ってたんで、それをやっぱりそういう機会を与えていただいたっていうのは、もう僕にとってはラッキーでしかなかったですし、感謝しかないですよね。後々ですね、はい、ちょっと奥様と僕お話しする時があって、はい、何かの時にお食事に誘って行く時に、はい、今日田口さんお借りしますみたいなメールをしたら、はい、MBS は俺の原点だって喜んで出てきましたっていうのは聞いてね、ありがたいなと思って、はいはい、うん、そこはでも、うん、一番最初にこういうオファーをいただいて、はい、でそこで喋るということを、うん、全く野球界の時は現役の時はやってなかったことですし、はい、その喋るということに対してそのインタビューすることもそうですし、うんうん、その何かを見て喋るっていうこともそうですし、はい、一から全部教えていただいたと思ってます。2012年のナイターオフですから、2012年の10月から2013年の3月まで、はい、半年間火曜日の夕方4時間放送したんですけど、ウィズ夜はラジオと決めてます、うん、いろんなコーナーがあったんですけども、覚えてますよね。コーナーのタイトルを聞けば大体覚えてると思いますよ、うん、はい、田口壮の星印ありましたね、うん、ニュースを見ながら、はい、そうですそうです、はい、で、まあ、ニュースを切るではないけども、それについて思うことを結構語ってね、興味を持った3つぐらいのことを喋ってましたね、はい、はい、当時夕方のテレビでチチンプ行くっていう番組やってまして、はい、そこのディレクターも担当してた佐賀ディレクターという、はい、まあ、僕の同期なんですけど、彼がチチンプイプイで鷲見さんも見てる星獅子どれ選ぶかっていうのを持ってきてね、はい、そうですね、その中から選んでっていうのがあったのと、はい、あとはスポーツ深掘り It's World Wide Sports So Cool、 はい、それも覚えてますね。 So Cool って言ってね、これいろんなスポーツの話を、その日のニューススポーツニュースを取り上げたりとかしましたかね。そうですね、そこは、うん、しました。それから今週の喜怒哀楽、喜怒哀楽ありましたね、うん、何喋ってたかな。だからこれをいつももう1週間かけて、はい、それこそ森保監督じゃないですけどノート、
ネタ帳に書き留めて、それで喋ってましたよ。まあ、木の時もあれば、土の時もあるし、愛の時も楽の時もいろいろありましたけども、結構書き留めて、しっかり喋ってたって僕も偉そうな上から目線ですけど、やってましたね。それから、ザ・仕事人。ザ・仕事人ありましたね。はい。いろいろ表現しづらいのもありましたね。ありました。ラジオで難しいのもありましたし、当時出だした頃のマダム・シンコさんがいらっしゃったりとかね。ああ、そうですね。ね、結構あの時いっぱいいただいて。そうです。ね、今や、京セラドームのあの、バックネット裏の看板とか、あ、はい、ダグアウトの看板も。ダグアウトもそうです。ね、マダム・シンコさん。マダム・シンコさん。お世話になってます。そんなつながりがね、はい、当時もあったりして。それからあの、見ますと人生損する映画のコーナー。映画のコーナーありました。楽しかったですね。はい、ね、で、そこでいろんなこう、試写会を見に行って、はい、で、そこのタレントさんとインタビューしたり、はい、その映画の広報マン、女性も来たり、ね。広報マンが来て、ありましたね。そういう映画の話をして、はい、ありました、ありました。あのインタビュー取りに行って、はい、取れ高少ないとかっていう言われた、言われました。映画の話してくださいとかっていう、はい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 、のがあったりしましたね。うん、で、この番組もやりながら当時の神戸マラソンにチャレンジしたりとか、はい、いろんなことやってましたよね。引退してすぐのシーズンって。そうですね。いろんなことをやらせていただきました。はい。まあ、10年ぶりに今回。お声掛けしたんですけども、はい、どうですか、ラジオって普段聞いてます？ラジオは球場行くときと帰るとき聞いてますよ、はいはい、浜村淳さんから始まって、はい、そうそう、だ、はい、松井愛さん、そう、さっき会いましたけどね、愛、はい、ちゃんはね、はい、あの皆さんね、例えばオリックスの京セラドームのナイトゲームって6時試合開始、はい、まあ練習はお昼過ぎぐらいから始まって4時ぐらいまでで、そうですね、はい、2時半とか、そうですね、3時前ぐらいですね、はい、なのに浜村さん聞きながら球場に行ってるっていうのは僕びっくりだったんですけど、はい、大体何時頃球場入ってたんですか？10時過ぎです。10時、はい、ですから松井愛さんの声を聞いて元気をいただいて、うん、よし今日も行こうって、はあ、10時でしょ、はい、そっから8時間あるわけじゃないですか、だから練習開始までも4時間ぐらいあるわけで、はい、どんなことをルーティーンとしてコーチってしてるんでしょう？僕の場合はもうひたすらカチャ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 、うん、コンピューターのパソコンの前に座って、はい、いろんなことを調べたりとか、はいはい、動作の解析をしたりとか、まあ、あとは守備の担当だとすると、うん、はい、動き見てどうなってるかとかっていうのをもう一回チェックしたりとかっていうのもありますし、走塁もそうですし、はい、ですあとは癖とかっていうのを、相手の癖とかっていうのはなんかないかなって探したりとか、うん、カウント別の傾向あるかなとかって数字を追っかけてみたりとか、っていうことを永遠とやってますね。ものすごく分かりやすく言うと、谷さんは外野守備走塁コーチ、はい、一塁ベースコーチですから、牽制、はいはい、球が来るのか来ないかとかね、はい、こう変化球投げる時のこのピッチャーの癖とか、はい、それ盗塁のタイミングにも影響したりするんで、はい、まずそういうところはチェックっていうのは当然してるんですよね。しますね、はい、ああいう癖って言える範囲でいいんですけど、はい、どういうところに出るんですか、体の動きの。体全部出ますよ。全部出る、はい、はー、足の上げ方もちろんそうですし、うん、はい、どうかな、もう本当にあの全身にどっかに出ます。セットポジション取った時の、そう、腕にも出ますし、腕にも出るし、ユニフォームにも出ますし、はい、あとはどうだろう、ユニフォームに出る、はい、シワとか、ちょっとシワ寄るとか、はい、はあっていうのは出てきますね、うん、それはもうピッチャーそれぞれ違うんで、うん、で全員が全員出るかっていうとそうでもないですし、わ、うん、からない選手もいっぱいいますし、はい、で仮に僕が見れたとしても他の選手見れない、はい、そうか、田口壮が気づいても他の選手が気づかなかったら、そうなんです、そうですね、逆もありますよね、うん、選手が言うけど僕がわからないとか、はい、っていうこともあるので、はい、そこはやっぱり僕だけではダメですし、うん、あとじゃあ傾向としてやっぱり、はい、あの盗塁のスタート切るときって、はい、変化球の方が球速が遅くなるんで、はい、盗塁の成功率は、まあ、高くなるじゃないですか、はい、そうこういうカウントでこういうボール投げる傾向とか、はい、そういうのもしっかりカウントによってどうなるかっていう、地道な作業ですね。そうですね、地道ですね。しかも僕現役時代そういうことをあんまりやってないんですよ。はい、それ前の番組で聞いたことありますよね、はい、癖とかじゃ感性で、そうなんです、来たボールを打つっていうことを言ってたのすごく覚えてるんで、はい、もう打つ方は特にそうですね、はい、来たボールをどうやって打つかで、うん、打てなかったら自分の技術を上げるっていうことばっかりやってましたし、うんうん、塁に出てもピッチャーの雰囲気とかで、はい、あ、この人ホーム投げるよねとか、雰囲気って一番教えにくいじゃないですか。そうなんです。でしょ、はい、うん、
言ってみると左ピッチャーだと顔に書いてますとかっていう話を聞かれたことあると思うんですよ。正面向いてね、はいはいはい、うん、こう顔を向け合って対峙するので、うんうん、顔を見てたらホーム一回こっち投げてくる、ファーストの方向へ投げてくるから、はい、分かりますよっていうこともあるんですよ、うんうん、でそんなんで、なかなかいや一緒じゃないですかっていうふうになるんですけども、うん、その辺でやっぱ雰囲気とか、うん、気配とかを感じながらって、はい、むしろそっちにどうやったら自分を研ぎ澄ますことができるんだろうっていうことを考えてたんで、はい、そっちのなんていうんですか、癖とかの研究はあんまりしてなかったんですよね、はい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 、昔はそこまでそのビデオが成功じゃなかったんで、それももちろんあったと思うんですけど、はい、今はもう顔のシワ一つまで分かるんじゃないかっていうぐらい成功ですよね。映像がいいじゃないですか、はいはい、だからどうしてもね、はい、これだってそういう映像集をチームによってはそれぞれのタブレットで見られるように共有したりとか、はい、だから球場行かなくても家でも常にチェックできるとか、はい、こう球団によってもなんかいろいろ違うみたいですね。そうですね、はい、ね、どうなんですか、でもその、まあ、データ的なものってありすぎてどうなんですか。シンプルな方がいいんじゃないかなって思うこともないですか、現役時代の田口壮みたいに。シンプルでいいと思います、うんうん、ただ例えば選手にとっては、はい、自分の良かった時と悪かった時自分がもうすぐチェックできたりとか、はい、ええ、するじゃないですか、はい、でそういうのはやっぱり便利ですよね。うん、我々の時代だと一回一回ビデオ室に行って引っ張り出してきて、はいはいはい、カチャカチャやってとかいう時代だったんで、それがないだけでも便利かなと思いますし、ね、まあ、今回1996年以来の、はい、まあ、日本一ということで、まあ、その時の中心選手、まあ、田口さんはじめ大勢いた猛者も多かったんですけど、はい、僕も球場通ってましたけど、なんかあの時も強かったけど今回そのスマートな強さだなって思ったりしたんですけど、はい、どうですか。うん、強くなっていきましたよね。そうだって、まあ後で今日も時間があるんでたっぷり聞きますけど、うん、開幕戦勝った後5連敗ですよ、はい、ね、はい、いきなり連覇を狙うチームがそういうスタートでしたからね、はい、困ったなってもう今でも思い出して、ああの時大変だったなって顔してますけどね。そうですね、うん、開幕戦は勝とうって頑張ってそこからずるって言ったんで、まあ、開幕が勝って当然というピッチャーをね、山本由伸投手を持ってって、はい、でもその次からね、ちょっといきなり泥沼にはまるというね、うん、そうなんですね。でそこ去年まで開幕ずっと連敗してました、はい、10年ぐらい勝ってなかったじゃないですか、はい、ずっと連敗してて、うん、でマスコミの方たちにずっと負けてるって言われてて、はい、で今年勝ったじゃないですか、はい、でそこから5連敗でしょ、はい、一緒やねん。これやったら開幕負けて5連勝する方がええわって、そんな話になってま ますよ、ね、はい、まあ、そんな形でスタートした2022年シーズンも最終的には本当に最後は、まあ、いや見てる我々は面白かったんですけど、はい、やってる方大変だったと思うんですけども、まあ、開幕から振り返りながら日本一になるまでのね、いろんなお話裏話とか、はい、たっぷりね今日は田口壮さんにお聞きできたらいいと思いますんで、お時間までどうぞよろしくお願いします。お願いします。リスナーの方からのメッセージも来てますんで、はい、そのあたりも紹介しながら質問にも答えていただこうと思いますんで、最後までよろしくお付き合いお願いいたします。はい、お願いします。MBS ベースボールパーク日曜日。日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野正幸が AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。ワンボールツーストライクノーワイントップ、マウンドピッチャーバゲスパーク、塩見に第4球を投げた、空振り三振、スリーアウト、試合終了、5対4、26年ぶり日本一オリックス。三塁側ダグアウトが飛び出した、ブルペンのメンバーも全員飛び出した、みんながマウンド上に集まる、26年ぶり5度目の日本一。オリックス日本一のシーンを聞いていただきました、はい、10月30日、ね、神宮球場でもこれ去年もほら僅差のゲームが非常に多かった日本シリーズということで話題になりましたけども、はい、これ最後の最後、結局この第7戦もですね、5対0とリードしてて、8回の裏に一挙4点取られてっていう形でしたよね。はい、ハラハラドキドキの試合でしたけども、はい、日本シリーズ全体を振り返って、田口さんどうですか。
うん、でも苦しかったですよ。苦しかった。その、うん、始まったところはもう本当に苦しかったんで、はい、うん、2敗1分けですよね。京セラで1試合終わって、はい、でそこでどうするって、これやっぱり強いなっていう話にはなってましたからね。だって山本由伸で勝てなくて、はい、宮城でも勝てなかった、はい、で、まあ、第2戦も、勝つ直前まで行ったけど、あの、内山に打たれて、追いつかれて、はい、まあ、負けなかったんです、はい。あれはやっぱり勝てなかった。負けなかった。どっちなんですか？いい方向に考えれば、負けなかった、うん。はい。っていうことは大きかったと思います。でも、勝てなかったっていう見方も当然あるじゃないですか。ありますね。ね、はい。流れが、勝てば一勝一敗で帰れる。はい。でも、一つも勝てないで帰るのと、はい、やっぱり違いますよね。そうですね。ねえ、はい。まあ、とにかく、結構ね、田口さん2016年から3年間、ファームの監督やりましたけど、はいはい、結構田口チルドレンが頑張ったなって僕は思ってるんですけど。ありがとうございます。ね、そうでしょ。あの、二軍監督時代よく言って、いろんな選手の話、よく総一郎、総一郎って言ってる、山崎総一郎選手が、ねえ、そうですね。あの、よく頑張ってくれたと思いますね。うん。胸、まあ、もね、いろいろありましたし。背番号6の後継者、宗選手も。はい、宗は、ね、一人前になりました。本当、僕が監督になった時は彼がまだ2年目で、本、う、当、ん、はい、歩くしかできなかったんですよね。いや、膝がダメで。ああ、そっか。そうなんです。怪我があったんで、はい、1試合出るともう疲れてしまって、はい、次が出られないっていうんで、はい、本当に一番最初、この日にゲーム出すからねって、はい、その日を設定して、はい、そこへ向かって体作っていくっていう、そこから始めましたからね。そうですか。はい、で2年3年とやってるうちにちょっとずつ強くなってきて、で途中でこれじゃまだまだダメだなっていうところで、はい、宗と何人か集めて、はい、コーチ室でずっと腹筋背筋させましたからね。はあ、本当に基本的なこと。はい。はあ、体幹来たよってやってましたね。その宗選手が今シーズンは130試合ですか。はい。規定打席に達している選手5人なんですけども、130ってチームで一番多いんですね。はい。はい。それから紅林。はい。若いところが。でも本当、だってもう息子みたいな選手も多いでしょ？年齢的にはそうですね。そうですよね。はい、まあ、あの、二軍監督時代にね、本を書かれたり、はい、中華管理職みたいなとか、はい、考え方ってやっぱり変わりました。若い人と接してて。二軍の3年間というのは今の一軍にやっぱり生きてるのかなと思って、ずっと見てたんですけど。その時々に経験させていただいたことは全部生きてると思います。はいはい。はい。ですから2軍に3年間監督としていたっていうのは、うん、あの、すごく生きてますし、上に1軍にいても2軍がどうなってるのかなっていうことは常にやっぱり考えられるようにもなってますし、はい。前、10年前にこのウィズ、夜はラジオと決めてます、はい、をやった時には、現役を退いてすぐの田口壮さんのお話でしたけど、はい、今回、あの時と違うのは、現役退いてやっぱり指導者になられた田口さん。はい、指導者になって、現役の時には気づかなかった、わからなかったけども、こんなことに気づいた。いっぱいあると思うんですけど、代表的なものってどんなことがあるんですか？そうですね。はい、でも、もっと真面目に野球やってくればよかった。真面目にやってたじゃないですか。いや、ところがやっぱコーチになると、うん、はい、まあ、バッティングコーチもやらせていただいたりとか、はいはい、まあ、今守備もやって走塁もやって、うん、でいろんなところで動作解析とか、はい、そのメカニズムとかっていうのを見るようになると、はい、ちょっと興味が湧いてくるんですよね。ほう、そっちの方に、はい、よりマニアック、はい、ほう、で昔は感覚でやってて、うん、はい、でまあ、ビデオを見て、まあ、大丈夫やな、合ってるなとかっていう、うんうん、ところだけやったんですけども、その裏にはやっぱりビデオ班がいたりとか、はい、動作解析班がいたりとか、うんうん、データ班いたりとか、はい、でその人たちを頼っていくと面白いんですよね。バットの軌道一つにとっても、うん、どっからどう回ってきたら効率的にいくのかとか、はい、力が伝わるとか、はい、っていうこととか全部出てくるわけですよ。盗塁のスタートにしてもこういう角度で出ていってとか、うん、上がりすぎても下がりすぎてもダメみたいな、頭が、ね、足の高さとか、はい、足の高さもそうですし、はい、うん、歩幅が大きすぎてもダメとか、はい、ここのどれぐらいの幅が一番爆発力が出るとか、うん、っていうことまであるんで、そこまで今の時代あるんですよね、はい、でそれを見てるともっと真面目に研究しておいたらどうなったやろうなってそうか、はい、もうちょっと打球飛んだかなとか、あ、はいはい、もうちょっと盗塁できたんじゃないかなとか、っていうことは思いますね。はい、これね、例えば田口さんがもうコーチを辞めてユニフォームを脱いだっていうんだったら聞けるんですけど、やっぱりいるわけでしょ。どんなに見てもなかなか癖が見破れない
相手と、はい、すぐ癖が分かる相手って、はい、いますよね。それもちろん、はい、もう個人個人なんで、相手もやっぱり研究して、うん、いろんなことをやりますからね、はい、あとね、よくフォアボールを選んで塁に来た人、はい、ヒットを打って塁に来た人のとこに行ってよく喋ってるじゃないですか、はい、何喋ってるんですか、ランナーと。注意事項だけですね、うん、基本的には、はいはい、もうライナー気をつけてねとか、牽制早いからちょっと気をつけときよとか、うん、はいはいはい、でライト後ろ下がってるからライト前ヒットサード狙えるからねとか、うん、はい、そんな感じのことです。なるほど、チェック事項を確認すると、はいはい、だってコーチスボックスに本当はいなきゃいけないですもんね、正式には多分そうやと思います。でもプレー球としてはあん中にいる人はまずいない、いないです ね、はい、横行って、はいはい、そうですね、サインの確認一緒に見てっていうところもありますし、ベースコーチって大変なのは、はい、あの攻撃中はベースに出て、はい、コーチに出て、で守備の時は守備位置のチェックをするじゃないですか、はい、休む間ないですよね。ないですね、はい、ね、もうずっと立ちっぱなしです。ですよね、はい、疲れ大変ですよね。まあでも選手に比べたらそうですけどね、はい、そうそう、あと去年オリンピック期間中にエキシビジョンのゲームが、はい、あと三塁コーチやりましたよね。はい、三塁コーチは大変です。もう本当に特にエキシビジョンの時はもういろんなことを試そうとかっていう話もしてたんで、はいはい、うん、でまあ、コロナも流行ってるんで、はい、念のために行っとけっていう話で行ったんですけど、やったことないんで、はい、監督から出てくるサインを見るだけで緊張するんですよ、うん、そこ間違ったら何にもなんないですもんね。そうなんです、うん、こっちも出すんですけど、はい、途中で何出したかなとかってやっぱり慣れないと。それこそ相手から癖読まれたりとか、いや絶対あると思います、ね、あるわけですよね、はい、聞いてる方に竹さん一番分かりやすく説明すると、あの、はい、肩触ったり胸触ったり鼻触ったりっていういろんなサインがあるじゃないですか、はい、まあ単純にね、はい、単純に言うと次のボール、まあ、ヒットエンドランだとするじゃないですか、はい、とヒットエンドランというのはここ触った時だよっていうのがあるわけですね。そうです、サインはそうです、はいはい、でその前によく聞くんです、キー、はい、キーになる部署があって、はい、そこ触った後のものが本当のサインっていう単純な考え方でいいんですか。あの高校野球とかは多分そうだと思います、うん、はいはい、プロ野球はもっと複雑。プロ野球はめちゃくちゃ複雑ですね、うん、ちょっと言える範囲で教えてください。言える範囲はないです。ないということはですよ、はい、同一リーグ内の選手のトレードだけじゃなくて、はい、指導者が変わるっていうのは大きなことですね、はい、これね、大きなことです。ですよね、情報も、うん、持ってかれちゃうわけですもんね。はあ、い、相当かいです。あ、全部、はい、はあ、シーズン中にトレードあるじゃないですか、はい、シーズン中に全部変えるんですか。変えます。大変ですね、はい、覚えることいっぱいで、はい、よくほらパリーグの場合その交流戦のセリーグの球場の9試合だけじゃないですか、はい、バッターボックス立つのサイン見るの、はいはい、ピッチャー大変でしょ。そうですね、だから、ね、まあ、ピッチャーは大変です、はい、ピッチャーの場合は、うん、サインは少なくして、あ、なるほど、分かりやすいようにっていうのは、はい、言えないこといっぱいあるんですね。言えないことだらけです ね。申し訳ないです。いや、いいですね。これ、まあ、いずれは来る、あの、ユニフォームを脱いだ時にまたいろんな話を聞かせていただいたらいいと思うんですけども、はい、やっぱりちょっとその、今シーズン、最終的にはもう最終戦で優勝が決まるという、はい、それも、2年連続で優勝へのマジックナンバーも出ないという。出てないですね。そう。本当に競った中で、はい、逆に言うとなんだろう、プレッシャーかからず、いや、プレッシャーかかってますよね、特に終盤ね。うん、9月はでもかかってます。勝たないとっていう、ところはありましたね。で、最後の最後もやっぱり、プレッシャーは、うん。そうでしたね。勝ったらチャンス出てくるっていうところだったんで。うんうんうん、まあ、最終的にお話もしましたけど、開幕戦で勝ちましたんで、はい、この2022年のシーズンは、開幕で勝った日、はい、これは当然首位ですよね。はい、それから、9月の10日に1回だけありました、はい、で最終戦143試合勝ち負け引き分けが全部ホークスと並ぶ、まあ、対戦成績が上だったんでオリックスが上に行ってっていうこの3回だけですもんね、はい、トップっていうのはね3回だけこれ記録ですもんね。はい、はい、ほんと3日だけですですね、はい、でほら開幕戦山本由伸投手で勝ったけどもその後5連敗、はい、だから3月は1勝しかできなかった。はい、1勝5敗で3月終わってゴールデンウィークにも7連敗っていうのがあったんですよね。そうかありましたね、はい、でゴールデンウィークが終わって、はい、5月の13日の16勝23敗っていうのはもう借金7、最大の借金負け越し7ですよ。
ありましたね。ありました。はい。開幕して40試合ぐらいで、その状態で。はい。まあ、今年、日本ハムがああいう状態だったんで、ちょっと目立たなかったんですけど。はい。でも、その上ですっていうね、5位とかいうところがこう。そうですね。あの時っていうのは、チームの雰囲気とか感じとかって、どうだったんですか？ずっと苦しかったですよ。苦しかった。うん。もう、コーチ室の中と、監督もそうですけど、はい、どうしよう、どうしようって、もうずっと、なんか作戦ないかっていう話ばっかりでしたね。でもその打開策はなかなか出てこないわけですよね。そんな簡単に。そんな簡単に出てこないです、うん。そういう時って、中島監督ってどんな感じなんですか？僕らも現役時代の中島監督はよく知ってますけど、はい、こういわゆる監督になってからっていうのは、あまり喋らないし、僕のイメージだともう現役の時のやんちゃなイメージしかないんで。あ、うん、あの、現役の時とあんまり変わらないですよ。あ、そうですか。はい、へぇ、多分ね、すっごい我慢。うん、あ、我慢してる。はい、されてるとは思いますけど、はい、コーチ陣はやっぱ伸び伸びやらせてくれますし。そうですか、はい。その、リクエストはいろいろありますけどね。うんうんうん、あ、やらしといて、これやらしといて、うん、今こうなってるよね、とか、はい、っていう話はありますけども、はい、基本的にはコーチ陣を怒るっていう。ことはまずないない。ないです。ただ、ずっと、ああかな、こうかな、うん、あいつ、あの選手使ったらどうなるかな、こうなるかな、はい、あの選手掴めたらこっちの選手も使った方がいいかな、はい、とかずっと考えてます。結構思い切っていろいろ使ったりしたじゃないですか、はい、若い人を、はい。ボンといきなりスタメンで使って、その人が結果を出したりとかね。はい、それをまあ、中島ジックと我々マスコミは言ってましたけども、はい、それやっぱりこう、いろいろ見てて、確固たるものがあるから使ってるから決してマジックではない。あの、田口さん、扇マジックも見てるじゃないですか。はい。扇マジックと中島マジックって違います？中島監督の情報量はすごいんじゃないかなと思います。あ、今の野球の時代なんで、うんうんうん、その辺も含めて情報量っていうのは、はい、昔の扇さんの時よりはさらに増えてるのかなと思います。それを全て整理して、はい、どうなるか。なるほどね。っていう、はい。あの時もほら、その、メンバーを固定せずに、はい、当時もパリーグは予告先発でしたから、相手ピッチャーとの相性を中心に考えての打順っていうのを我々、理解をしてたんですけども、はい、今の時代ってやっぱりそこにさらに違うものが加味されてきてるわけですね。うん、それはあると思いますね。ってことはだから、いろいろあるデータ、情報、収集、その解析能力、はい、というのは今やっぱり、指導者には求められてる。うん、だと思いますね。特にうちのチームはもう、監督がいつも言ってますけど、総力戦で行くって、はい、ね、全員戦力なんで、うん、それを含めて考えると、2軍まで全部把握してないと、はい、なかなか。そうか。なので、2軍でこの選手を使うときは、例えば野手だったら何番で使っといてくれとか、うんうんうん、そんなことまで。1軍での活躍を想定して、はい、はぁ、はい。だから一体感があるわけですね。そうですね。よくありますよね。他のチームで。ファームではずっと呼ばれてるんだけど、1が上がっちゃ6番、7番とか。はい。そうじゃないんですね。はあ。その辺はしっかり、小林二軍監督と連絡を密に取り合って、ことはやってますね。うん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 、はい。ああ、でもない、こうでもない、こうしたらいいのかってずっと監督コーチがこう悩み続けて、6月の頭に6連勝で、ようやく貯金1になりました。はい。が、翌日からまた6連敗して借金5、はい、なかなかこう連勝あるけど連敗もあるというこの波がシーズン序盤はありましたね。うん、そうですね、結構あったような記憶ですね、はい、今から考えるとその原因はどこにあったんですかね。まあ、でも簡単に言うと、うん、点が取れない、点が取れないっていう、まあ、点取れないと勝てないですもんね、ところですかね、あの監督がずっと言ってたのは野手がやっぱりピッチャー負担かけてるっていう、話、はい、なんでだとすると守る方もしっかりしないといけないってなってきますし、はい、だからその辺も含めてですよね、で点が取れないけども、はい、で守る方ができなかったら点与えてしまうん で、まあ、攻撃にしたら僕の担当は走るとかっていうのもそうですし、はい、その辺でどうにかせっていうことにはなりますよね。走るもね、よく我々こうデータでよく出てくるのは盗塁数じゃないですか、はい、でも盗塁数だけじゃないですよね、走るっていう部分はね。そうです、ね、走るっていうのはすごく難しくて、うん、有効に走れば、味方の方というか自分たちの方に流れっていうのがやってくるんですけど、はい、無駄に走って無駄にアウトになると、流れ止まっちゃうんですよね。あ、はいはいはい。なので、そこの辺の走る感覚っていうのは難しいですね。うん、はい、一瞬で流れを変える。三振ってそんなに流れ変わったりしないけど、ここで走ってアウト？え？っていうのってありますもんね。はい。ね。
なんでっていうのを、うん、おそらく野球見てる皆さんたまにあると思いますけど、はい、そういう時のアウトっていうのはやっぱり大きな痛手というか流れ持っていかれたりとかっていうのはありますよね、はい、あるんですね、はい、だから必ずしも僕は盗塁の数じゃないとは思っていつも、はい、考えていますね。盗塁のその何回走って、はい、で盗塁成功率とか言いますけど一概にはそこで測れないものがあるわけですね。そうなんですね。アウトになっていい時もあるんですよね。アウトになってもいいから思い切って行ってくれっていう時もありますし、うん、絶対アウトになってはいけないっていう時もあるんですよね、はいはい、そんな形でいって結局オールスター前で48勝47敗、はい、いわゆる勝ち越し貯金が1でも5位なんですよね、はい、で前半戦終わって8月終了時点、まあ、夏場の戦いで63勝57敗、勝ち越し6つで3位まで上がってきて、はい、でまあオリックス、ソフトバンク、西武、あるいはそこに楽天が入ったりとかいう、まあ、結構3つどもえ4つどもえという形で、はい、この辺から結構上位が接近してずっと行くっていう戦いが増えましたよね、9月の頭から。はい、ありましたね。その辺まで来ると、うんうん、負け越しだけは避けたい。3連戦の。3連戦の。2勝1敗で行きたいっていうところがやっぱ強くなってきましたね。はい、となると、その3連戦の頭って大事になるわけですよね。はい。頭は大事になりますね。頭取れないと、はい、あと2連勝しなきゃいけないわけで。はい、そんな中、9月10日、首位ホークスに勝って、首位浮上、はい、ただここ1日だけでまた終わる、まあ、そこで変わってもゲーム差ないという状態ではあるんですけども、はい、本当にトップに立つのはこの1日だけで、これ僕すごく大きかったのはこの9月10日に首位に立った後1日でそこから陥落して9月15日にソフトバンク5連勝して優勝のマジックナンバー出たんですよね、はい、11、はい、でその2日後から京セラでソフトバンク3連戦、高橋さん2勝1敗でいいって言ったんですけど3連勝したじゃないですか、はい、あそこがやっぱりキーだったのかなと思うんですけど、ね、それは大きかったですね、はい、3連勝したら来るんかなっていう話はしてたんですよ、はい、まあ3連勝しかないやろっていう感じでもあるんですけど、はいはいはい、最悪2勝1敗でまだチャンス最後出てくるかな、はい、で3連勝したら流れこっちに一気に来るかなっていうのは思ってましたけど、はい、そんなうまくいくとは思ってはないですからね。で山本で勝って宮城が中5日で行って勝って、はい、で3戦目、これやっぱり3連勝は難しいなっていう形で9回2アウトまで追い込まれてから、はい、吉田正尚同点だ、はい、で延長に入って宗、その前宗ちょっと守備でね、はい、やっちまってたんですけども、はい、で宗でさよなら、僕ねあそこでホークスの絶対的な抑えを打ち崩したじゃないですか、はい、それがやっぱりクライマックスにもつながりましたよね。うん、そうですね。そういうゲームありましたもんね。まあまあ、それはありましたね。中川圭太が打って。そう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 。はい、あれだから、ソフトバンクあの試合思い出したんじゃないかなと思うんですよ。あの、クライマックスのゲームで。うん。9月にやられた。それもあの日って台風が来てて、はい、もしかしたら中止になるかもしれなかった。そうです、言ってましたね。はい。それは、あの、だって、まあ、屋外です。甲子園ももう前日に台風接近で中止になって、はいはい、ドームだけどやっぱり交通機関のこともあるんで、オリックスもないのかなと思ったらやって、勝った、はい。はい。あれだから、2試合になって、2戦2勝と3試合の3戦3勝って意味合いが全然僕違ったのかなと思うんですけど、まあ、全く違うでしょうね、でもそこで勢いはつくんだけどもぐっといけない。そうですね、いかなかったですね、ね、ですよね、はい、で結局シーズン残りもう2試合3試合にオリックスがなった時にも食らいついてはいるんですけども、でも例えばソフトバンクがそこで勝っちゃったらもうソフトバンク優勝だと、はいはい、だから自力のない状態で苦しかったですよね。苦しかったです。もう勝つしかないんで。ね、勝つしかない、はい、で。勝ってもダメだっていう試合があるわけじゃないですか。勝っても勝たれたら終わりなんで。うん、で、9月30日ですよ。ソフトバンクがロッテに勝って優勝マジック1。はい、オリックス負けたら優勝決まるっていう時に、すごいプレーが出ましたね。はい。はい。さよならスクイズ。田口さん一塁ベースコーチでいて、いろいろ中島監督からのサインを見た風岡コーチが出してるわけじゃないですか。はい、で、おーっていう感じはあったんですか？あれ僕記憶飛んでるな。飛んでます。そんなことあるんですか、だってあの時に先にソフトバンク勝って優勝マジック1だよ、オリックスも負けたら今シーズン終わるんだよっていうのはみんな知ってるわけですよね、ベンチに情報入ってるわけですよね。ああで記憶飛んでるってことはやっぱり極限状態だったんですね、あの福田がそれを決めたのは覚えてるんですよ、あれどっちだったかな、決めたのは覚えてる、決めたのは覚えてる、サインだったか自分であったかどっちだったかなって。ああ、はい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 。
たまにでもね、うん、興奮状態になって、はい、後から考えたあれ取っちゃったっていうのは、うん、あります、あります、あります。はあ、確認しておいてください。確認しておきます。まあでもそこでその日のホークスの優勝は阻止したんですけども、はい、翌日もやっぱり向こうが勝っちゃったらマジックいっちゃうから、そうです、はい、っていうところで負けるんですよね、はい、でオリックスが勝って優勝するという、はい、なんだろう、まあどっちかというと95年96年のあの時のオリックスの勝ちって結構早いうちからマジックが出て、そうですね、あの当時は95、96が早かったですね、はい、勝ち方とは全然違いましたね、うん、まあ勝ち方としてはもう最終戦まで行くんで、ねうん、こんなことあるっていう勝ち方ですから ね、はい、それはソフトバンクも思ってる、ね、だと思います、こんな負け方あるかっていう、はい、でもなんかそこでものすごく野球の面白さ、うん、こう一球の怖さっていうんですか、はい、例えばホークスが延長戦で西武でホームラン打たれた、はい、本当にその一球だけちょっと甘いとこに行ってしまうとかね、うん、いうのが出てきたりとか、それはまあオリックスも日本シリーズであったりしたんですけども、はい、すごい戦い、143試合やった後にまたクライマックスがあって、はい、日本シリーズもうヘトヘトでしょ、10月って。そうです、10月やっぱりしんどくなります ね、ですよね、うん、精神的にきつくなってくるんで、はい、まあ、僕たちも大変ですけど選手はやっぱり大変ですよ ね、 ね、じゃあ、はい、あのこの後クライマックス、それから日本シリーズ、その辺の舞台裏、はい、どう神経をすり減らしたか、ちょっとまだお聞きしたいと思います、はい、お知らせを挟んでまだまだお話聞いていきます。 NBS ベースボールパーク、日曜日梅田茶屋町 NBS のスタジオからお送りしています。 NBS ベースボールパーク、日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野正幸が AM1179FM906MBS ラジオからお送りしています。MBS ベースボールパーク、日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野正幸が AM1179FM906MBS ラジオからお送りしています。お送りしています NBS ベースボールパーク、日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスの外野守備走塁コーチ田口壮さんをお迎えしてお話を聞いてますけども、はい、本当に田口さん、こう聞きたいことは3月から10月までいろんな話があったんですけども、まあ優勝したということで、クライマックスシリーズはファイナルから登場、一勝のアドバンテージ、はい、やっぱり一勝のアドバンテージって大きいですね。一勝は大きいです ね、うん、ね、はい、うん、精神的にも違いますでしょ。だっていきなり0勝1敗から追いかける方は始まるわけですよね。そうですね、うん、はい、うん、それはそうだと思いま す、 ですよ、ね、はい、だからどうでしょう、まあ、結果3勝1敗で上がっていくわけですけども、はい、シーズン中の終盤のに比べると、まあ、楽ではないんですけども、僕らどうしても3勝1敗って数字を見ると、あ、うん、あ、そんなに苦労せずいったんかな、いやいやいや、これ1個負けてると、うん、ガラッとローテーションが変わるんですよ。あ、はい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 、なのでそこはすっごい難しいんですよ、うん、このファーストステージを何勝何敗で上がってきて、はい、日にちに余裕があったりとかすると、うん、そこでローテーション組み替えるじゃないですか、はいはい、で1勝のアドバンテージはあるんですけども、うんうん、そこで次うちというか、うん、ファイナルから出てくる方はエースでいくじゃないですか、はい、そうです、当然ファーストステージ行ってる方はエースじゃないんですよね、うん、違います、これ落とすと、はい、ガラッと変わる、一気に変わるんですよ。そうですよね、そうですよね、はい、うん、なのでそこは勝とうと思ったら、はい、3つ一気にポンといかないと、はい、4つ目5つ目ってなってきたら向こうのエースに当たってくるわけですよ。向こうのファーストの頭に来たピッチャーが出られるんですよね。はい、うん、でそうなると、はい、最後の方が5戦目とかになってくると、ね、うん、どうしても相手エース対うちの3番手とか4番手とかっていう対戦になってくるんで、苦しくなりますよね。で、からくりとしては毎年そういうことになってくると思うんですよね。なので早く勝たないと2回打ちはそうなりますよねっていうことがあるので、うん、はい、結構プレッシャーはありますよ。あります、はい、じゃあ最初一勝のアドバンテージがあったんですけども、はい、いっぱいした時点でやっぱりそういうことが頭によぎるわけですね。よぎります。よぎるんだ。はい、あ、面白いですね。はい。一勝って本当に大きなアドバンテージだなって外から見てるんですけど、違うんだ。違いますよ。違います。あるのは嬉しいですけどね。うんうんうん。待ってる間って嫌なんですか？待ってる間嫌です。
で、それこそさっきのデータ解析じゃないですけど、はい、ファーストステージをソフトバンクと西武でやるわけじゃないですか。はいはい、もう画面に穴が開くほど見て、もう今シーズン何度も見てる相手じゃないですか。はい、でもそこでまたかなりのチェックを入れるんですか。まあ、そこは、同じリーグなので、はい、スコアラーですとか、うんうん、あとビデオの係の人たちはもうしっかり見てますけど、はい、まあ、僕らも試合の流れとかっていう、はい、まあ、調子の良し悪しとか、うん、まあ、外野守備コーチとしては、バッターの調子の良し悪しによって、守り時とかも全然変わってくるんで、はい、その辺は全部チェックはしてますけどね。で、それが終わると、はい、いよいよ相手が、まあ、交流戦でしか戦わないセ・リーグからやってくる、はい、今年もヤクルトになった、はい、まあ、巷では村上をどう抑えるかっていうのがあって、はい、まあ、95年もオリックス・ヤクルトで、はい、あの時も徹底的にイチローさんが封じ込められましたよね。そうですね、はい、ね、だから逆に村上をどう封じ込めるかっていうことがポイントかっていろいろ言われてましたけど、はい、始まる前に田口さんはオリックス・ヤクルトの日本シリーズ2年連続、はいはい、ポイントってどんなとこだと思って考えてました？もうでもオリックスの投手陣対ヤクルト打線、はい、なるほどっていうイメージです。うん、明確ですねそこはね、はい、うん、なので、はい、僕の仕事としては必死に守るしかないっていう、うん、そうなりますよね、はい、うん、というイメージでしたね、はい、普段こうそんなに慣れてない神宮、はい、それも狭いじゃないですか、はい、難しいところってあるんですか、守備位置の指示とか屋外でやるというとことか、指示とかっていうことに関しては、うん、はい、まあ、外の球場はもちろん、うん、やってるので、はい、フライ取るとかそういうことは大丈夫ですけど、うん、特に神宮はそのマウンドからずっと打ち下ろし、よく言いますね、はいはい、ちょっと下がってるんですよね、はい、センター方向、外野に向かって、はい、でその辺で見た目よりも球が飛んでたりとか、うん、っていう可能性あるんで、はい、その辺だけの注意はやっぱりしますよね、うん、はい、人工芝ってのはどうなんですか。京セラも人工芝ですけど、人工芝もそれぞれ癖があるじゃないですか、はい、神宮の人工芝ってのはどんな感じなんですか。まあそんな変わりはないです、もうそこはノック打ったら大体慣れてくるんで、うん、跳ね具合とか、うん、進み具合とか、うん、曲がり具合とか、うん、っていうのは、はい、ある程度ノック打ったりとか、うん、バッティング練習の打球受けたりすれば分かるので、はい、そこはそんな時間はかからないですね。はい、まあ、去年と一番大きいのは寒くないってとこだったのかなって、まあ、それでも涼しいですけど、はい、去年の11月極寒のナイターに比べれば、そうですね、はい、ホットモットでやった最後ね、はいはい、あれに比べれば全然、うん、まだ半袖でもいけるぐらい、いけるぐらいでしたね、はい、感じでしたからね、はい、でそんな中で、エースを立てて、はい、まあ、まさかのアクシデント、はい、4回3分の0でマウンド降りてホームラン3本打たれて、はい、初戦を落とす、やっぱり山本で落とす、なおかつ山本が途中降板してアクシデントっていうのはチームに重くのしかかりました。負けてしまったことよりも、うん、もう投げられないかな、はい、うんうんうん、どうなのかなっていう状態の方が嫌でしたね、はい、そっちですよね、はい、その、まあ、終わった瞬間我々も分かんないんで、うん、次行けるのかどうかっていう、はいはいはい、そっちの方が心配でしたね。なるほどね、はい、で我々は、まあこれ予告先発でしたけども、普通に考えれば宮城投手かなというところで、山崎福也が2戦目来て、はい、よく投げましたね。頑張りましたね。ねえ、はい、ただスパッと4回で変えましたもんね。はい。その辺おそらくもう監督の経験だと思うんですね。うん、監督の経験というか、はい、その監督が、右軍監督で来られた時に、うん、ずっとそこから山崎福也というピッチャーを見てて、はい、どれぐらい持つのか、どれぐらいのパフォーマンスを出せるのか、うん、っていうどういう性格をしてて、うん、どこまでだったらいけるかっていうとこまで全部理解してるんで、うん、なるほどね、はい、おそらくもう買い時は決めてたと思います、はいはいはい、これ通常のリーグ戦だとね勝ち星つけてやりたいとか言って、はい、5回っていうのは一つポイントになると思うんですけど、はい、まあ、昔落合さんがねパーフェクト目前でピッチャー変えたりともありましたし、はい、個人記録じゃないですねやっぱり日本シリーズはね、うん、だと思いますね、はい、でこの試合山崎総一郎が2イニングいって、はい、あと宇田川ワゲスパック阿部本田比嘉近藤と1イニングずつ、はい、ピッチャーいますもんね。うーん、最後の方でやっぱり揃ってきましたね、うん、です。いや確かにそうですよね、はい、リーグ戦のね、うん、はい、そこまではなかなか試行錯誤しながら、はい、これでも武さん 3-0 で勝てると、まあ、誰もがファンは思った中での、まあ、まさかの同点内山に打たれる、はいはい、やっぱりがっくりですか。さっきも勝てなかったのか負けなかったのかって話を聞いたんですけど、はい、勝てなかったってファンは見てたと思うんですけど、うん、そこで前向きになれるかどうかなんですかやっぱり。
そこはあると思います、うん、結局4勝しないといけないんで、うん、負けなければ相手に勝ちつかないじゃないですか、うんうん、だからそういう考え方をすれば負けなくてよかったねっていう考え方になれれば、うん、まあ、あの1試合やっただけっていう、はいはい、あ、そうか、ことになりますから、うん、なるほどね、まあ、その時点で、はい、まあ、京セラ帰って、うん、1個かまず勝とうって、はい、1個勝とうっていう話には監督は言ってましたね。というものの、京セラ帰って高橋宮城という2人のピッチャーで試合が始まるんですが、はい、その1個勝とうがなかなか、これ結果的に7対1という日本シリーズ7試合行われた中では、はい、こう一番オリックスらしさが出なかったゲームでしたね。8安打1点9残塁、うん、ですね。ね、それも1人戦で全然当たりがなかった山田にやられたというね、はい、山田3番打った、山田を1番に上げてきて、その山田がキーになったという。そうです、やられましたね。やられました。はい、さすがに0勝2敗1分け、はい、重くなりましたでしょ。重いです、めちゃくちゃ重いです。重いですよね、はい、もうそれ終わって、そのゲーム終わった後に、うん、はい、さあどうしようっていう話にコーチ室で監督がなってましたね。はい、で、ただ打てる手は全部打とうという話と、うん、あとは一つも勝てずに終わるのも嫌やなっていう、うん、ところで、なんかでもそんな雰囲気もありませんでした。はい、ね、いや、ありました、ありました。なので、とにかく神宮行こうっていう、はい、ことは監督言ってましたね。うん、はい、神宮行くためには一個でいい、はい、という中で4戦目石川と山岡という試合、はい、1対0、はい、しびれました。これは田口さん、うん、これはでも山岡頑張りましたね。ですね、はい、4回3分の1、はい、無失点5安打打たれましたけども、はい、もうしっかりと抑える。1対0ってやっぱりやってるはきついですよね。きついです、一番ね、ピッチャーも、はい、でもこの時にもやっぱり5回の途中で山岡から宇田川にスイッチしてしっかりと結果出して、うん、で、これイニングまたいだんですよね、宇田川もね。はい、ね、またいだ、はい、で、山崎総一郎も2イニング行って、最後、はい、ワゲスパック、はい、こう後ろのピッチャーが1イニングだけじゃなくてこうまたげるっていうのも大きかったのかなと、うん、それも含めて、でも、うん、ファームの時から、うん、宇田川先発させたりとか、はいはいはい、っていうことも監督はやってますんで、うん、その辺は全部監督の準備万端だと思います。あ、この日のために、はい、みたいな、できるようにって、その辺の多分監督の腹のくくり方が 1-0 になったと思うんですよ。あの結局山岡先発して、うん、まあ、こういうゲームで、はい、なかなかその5回まで行くっていうのはしんどいっていうことは監督も経験済みで、はい、うん、まあ、現役時代からずっとキャッチャーやられてますから、うんうん、ビッグゲームになればなるほどピッチャーは球数よりも精神的に消耗していくとかっていうことも知ってますし、はい、でその中でおそらくもう誰で勝負をかければいいのかっていうことも全部頭に入れた上で、うん、宇田が言ってるんですよ、多分。なるほどね、はい、全部用意してると思います。全部だから活躍の理由はあったわけですね、はい、で、一つ勝ってもうだから全然気持ち変わってきますでしょ。神宮に戻れるので、とりあえず1個取ったっていうのは変わりますね、はい、ですよね、はい、で第5戦、これは吉田正尚の最後の一振り、はい、大きかったですね、あれもね。大きいんですよ、うん、ただその前、うん、中川ですよね。あ、はい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 、はい、三振してますよね。そうですよね、ここがやっぱりね、うん、あの中川の頭のいいところで、お、下手にいらんことしないっていう。ああ、そうかそうか。この時振り返ると、はい、9回代打足立がフォアボールに出るわけですね、はい、で福田が送りバントでランナー二塁で、西野がヒット打って、はい、変なことするとダブルプレーとかそういうのもあったりする。そうなんです、一塁空くじゃないですか、はい、それを避けるために、うん、中川圭太三振でもいいと思って、うん、打席入ってるはずなんですよ。一塁空いたら当然吉田正尚は避けられますよね。敬遠です。はあ、変に自分で決めようとしないで、はい、もう行くんだったらホームランです、はいはい、ホームランか三振でいい場面、はい、で一塁はもうどうしても絶対開けたため、うん、詰めた状態で吉田正尚に回したいっていうところで、それをちゃんと頭に入ってるんですよ。なるほど。だからここはね、あの打った吉田正尚もすごいですけども、うん、はい、その前の中川圭太の三振は僕はよう考えたなって、はい、あって普通三振は褒められないんですけど、はい、その辺がさすがもう割り切って入ってるんですよ、ね、最後の PL 戦士、うん、そこはね、うん、思いますね。僕がアメリカにいる時に、アルバート・プホルスの前を打つことが何回かちょこちょこあって、はいはい、うん、必ず一塁ベースは埋めた状態で回せって、うん、はあ、
ずっと言われたんですよ。できないんだったら、うん、あのランナー例えばアルバート・ポールス3番ですから、うん、僕2番に入るじゃないですか、はい、1番バッターがランナー出ました、はい、1塁に、うん、1、3塁にできないんだったら三振制、うん、1、2塁とか、はいはいはい、変に2塁という形を作った、はい、送りバントなんかして、はい、2塁に行かれて、うん、フォアボール、うん、アルバート・ポールスを敬遠されて、はいはいはい、ってなったら点取れないんで、ええ、もう常に1塁が埋めた状態でアルバート・ポールスに回せって、はいはい、僕は常にトニー・ラルーさんに言われたんですよね。そういう状態だと思う。状態だったんですね。面白いですね。三振してなかなか褒められることはないんですけども。で、4戦で1対0があって、これ神宮戻って6戦目も 3-0。これも山崎が今度5イニング行くんですね。だから山崎幸也は2試合の先発の試合、しっかりゲームを作ってくれましたね。そうですね。でも神宮のマウンドやっぱ慣れてるっていうのは、うん、明治大が、ね、はい、で日大三高、はい、あ、そうかそうか、はい、そうですね、高校時代からずっと投げてるところなんで、うんうんうん、そういうのはやっぱりあの慣れっていうのはあるのかなと思うんですね。あの僕たちは分かんないですけど、うん、神宮のマウンドってやっぱりいろんなピッチャー言うんですけど、うん、独特だって言いますね、はいはい、言うんで、うん、その辺やっぱあるんでしょうね、うん、でもこのぐらい日本シリーズ入って1週間ぐらい経ってると、はい、日本中の野球ファンが宇田川、山崎総一郎、この辺を覚えましたね、この辺でもうね。そうですね、ね、はい。それまではまあ、コアなオリックスファンはね、知ってましたけども、はい、なかなか全国規模じゃなかったのが、全国区になってきて。いやでもあの二人の球見たらびっくりするでしょうね。すごいですね。160当たり前っていうね、はい、ボール投げてますけど。で、優勝を決める第7戦。はい、一番の太田が、なんと、初球、先頭打者ホームラン、はい。流れ完全にこれでね、いい雰囲気になったのかなって。そうですね、うん、僕は嫌でしたね。なんであれでずっと止まるんですよ。ホームランって意外と流れ止まるんですよ。ランナーが寝て残ってでいくと、そうなんです、波状攻撃できるけど、はい、そうかそうか、2回3回で点が取れればいいですけど、うん、取れてないじゃないですか。結局3回4回まで取れなくて、はい、5回に4点取るんですね、はい、その4点が入って、うん、そこで点が入ったからちょっとホッとしたんですよ、はいはい、でそこまでの流れだと僕は嫌な流れだなと思って見てました、うん、で4点入ったけども結果あそこ8回に4点取られて、はい、まあ、9回逃げ切ったんとか1点差で逃げ切って日本一ということ、はいはい、いろんなターニングポイントやっぱありましたね。面白いなと思った中川圭太選手の三振、はい、あれがなかったら吉田正尚のサヨナラスリーランもなかったかもしれない。なかったと思います、面白いですね、はい。そんな話は中川選手としたんですか、終わってから。してないです。してない。はい。ちょっと反応を見てきて、こっそり教えてください。わかりました。はい。一応担当外なんで。うん、ああ、そうか、あ、そう、そうですね。そうそう。田口さん、外野守備走塁コーチ。そうなんですよ。あんまりそこ口出すのもね、はい、難しいところじゃないかなと思うんですけども。そう、ちょっと、この後一旦ね、コマーシャル挟んで、吉田選手が、はい。メジャー行くことになりましたので、はい、メジャーの先輩からもちょっといろんな話をお聞きしたいと思います、はい、番組はまだまだ続きます。 NBS ベースボールパーク梅田茶屋町 NBS のスタジオからお送りしています。 NBS ベースボールパーク日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野正幸が AM1179FM906 NBS ラジオからお送りしています。MBS ベースボールパーク日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野正幸が AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。お送りしています日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ外野守備走塁コーチ田口壮さんとお送りしています。12年ぶりに夕方の夜のラジオ復活という形で、はい、実はシーズン途中かな、なんかやり取りしましたよね。このオフは番組復活させましょうね、言ってましたね、LINE でやってそれが実現したのが非常に嬉しいんですけども、あの吉田正尚選手がもう異例のポスティング申請認められて、異例の速さで決まりましたね、メジャーがね。決まりました ね、はい、いつ申請したかも僕分 か、 ん、はい、分かってないんですけど、うんうん、もう新聞見る限りでは早かったですね、はい、早かったですね、はい、その破格の金額、はい、5年総額123億、はい、すごいですね。まあどうかな、でも代理人の力ですかね。ボラスさん、ボラスと
ボストンの関係性とかっていう、うん、多分そこはあると思うんですよね。あの、まあ、吉田選手の特徴として、はい、もちろんあの大きいのも魅力で、はい、まあ、体は決して大きくないですけども、しっかりとトレーニングして、筋骨隆々、はい、三振が少ないっていうね、はい、この辺も特徴ですよね。三振が少ないのは、うん、そうですね、はい、特徴ですね。どうですか、こうメジャーで活躍する要素っていうのは吉田選手。で、要素はもう、うん、十分十分、はいはいはい、あります。ただやっぱりこうその要素は持ってる、はい、じゃあそれで結果を残すためには元メジャーリーガー世界一も2回の田口壮さん、何が必要なんですか、実際に行ってみて。どうですかね。でも環境に慣れることはもちろんそうですけども、うん、はい、おそらく、今までとちょっと違うような感じの球になってくるんで、うん、若干球が速かったりとか、はい、動いたりとか、うん、ということにはなってくるんですよね。でそれに対して微妙なズレが出てくるんで、はい、そうこうすぐアジャストできるかどうか、はい、そのアジャスト能力ってどうですか、見てて。いや、あると思います。そこは、はい、だからそこで慌てたりすると、うん、ちょっと頭の中がぐちゃぐちゃになってしまうんで、はいはい、あの大変なことになりますけども。あれやっぱ故障ですかね、結構腰、あれ入団1年目もすぐ腰故障 で、 そうです、ね、はいはい、でファームスタートでしたよね、田口さんのところでスタートして、はい、 そ、 うですね、そこはちょっと心配なかなとは思ったりもしてるんですけど、まあそこの辺は、うん、おそらくケアしながらいけると思うので、うんうんうん、あんまり僕は気にはしてないですね。そうですか、はい、じゃあ、あの、メジャーの話聞いたついでにですね、リスナーの方からのメッセージもちょっと田口さんご紹介するんですが、はい、奈良県生駒市のラジオネーム、長谷さんです。田口さん、こんばんは。こんばんは。メジャーリーグでは大谷翔平選手が大活躍していますが、はい、カージナルスでワールドシリーズ優勝の経験がある田口さんは、はい、大谷選手がここまで成績を残せている最大な理由を何だとお考えですかと。実際メジャーでプレー経験のある視点からご意見お伺いしたいですという。ここまで、でも全部揃ってますよ、心技体、でも一番はメンタルかな。メンタル、はい、強いと思いますね。でももちろん技術は持ってますよ、はいはい、持ってるんですけど、相当しんどいと思うんですよ、はい、でしょうね、はい、それをやっぱりこう自分の意思で体を動かせる、そのメンタルっていうのは半端じゃないと思いますね。メンタルって鍛えられる部分とそうじゃない部分ってあるじゃないですか、はい、持って生まれたものとか、ね、大谷選手は持って生まれたっていうのあるんですか、ね、持って生まれたものももちろんあると思いますけども、うん、でも日頃の心構えとか、うん、っていうことがあるような気はしますね。その僕彼の全てを知ってるわけではないので、わからないですけども、はい、報道でしか、まあ、あの見てないですけど、でも過去の、高校卒業してプロ入ってきてとかっていうところどころで報道されてるものを見てる限りでは、うん、そういう日頃のから培われてきたものがあるのかなと思いますけどね、はい、うん、今図らずしも心技体全部揃ってるっておっしゃったんですけど、はい、田口さん、この心技体一番大事なのはどれですか、どれだと思ってます。心、技術、体、いや全部全部同じぐらいのウエイトですか。全部はいると思います。どれか一個かけてもしんどいですよね。はい、まあ、その中で、特に勝ってるのが、メンタル、心の部分だっていうのが大谷選手じゃないかなっていう、そういう見方ですよね。京都市左京区のラジオネーム、健太郎さん。田口さんがラジオ出演なんてものすごく嬉しいです。優勝、日本一を決めたバファローズで、来シーズンはこの選手に注目という若手選手は誰ですかと。高さん、野手を見る機会が多いと思いますんで、もしよかったら野手の他に投手についても伺いたいです。野手でどうでしょう。来シーズンですか。この選手っていうのはなかなか難しいですね。はい、ただでも今、二軍で、僕が担当外野手なんで、はい、二軍の外野手で今もう一生懸命頑張ってるんで、はい、誰が出てくるんだっていうことをすごく楽しみにしてるんですよね、北だとか、はい、渡辺っていう子が今年ルーキーで来て、はい、で源っていう選手がいるんですけども、はい、この子もいい足してるし、一軍で試合も出ましたよね、はい、今年ね、はい、で初ヒットも打ってますし、はい、でその辺やっぱり楽しみですし、
大阪桐蔭から来た池田っていう選手もいますし、こういう選手たちが一人でもいいから、うん、出てくると吉田正尚の穴を埋めてくれないかっていう、そこですよね、期待は、はい、この吉田正尚という大きなものが打てる選手、そのピースが一つ抜けたからといって、はい、大きなものが打てる選手じゃなくても埋めることはできるんですよね。できます、それは僕はできると思ってますし、ね、役割は絶対人それぞれあると思うので、はいはい、そこをしっかり取っていってくれる選手が出てきてくれると嬉しいなとは思います、うん、そこでやっぱりオリックスのキャンプってすごいなと思うのは、 1,2 軍すぐ横の球場でやってるから、はい、お互いチェックができるじゃないですか、一軍の首脳陣も、はいはい、あれがこの若手が出てきた一つの僕ポイントなのかなと思って、うん、オリックスを見てるんですけど、そうですね、近いというのは、ね、大きいと思います。で今はもうファームのゲームも全部見られるので、はいはいはい、そういうのも大きいと思いますね、うん、だってね、はい、一軍のキャンプ地の一軍の球場から二軍の球場までどうだろう、歩いてやっぱ3分ぐらいですか、2分すぐですもんね。一軍の球場からですか、うん、京セラからですか、いや違う違う違う、キャンプ、キャンプ、あキャンプ、キャンプ、キャンプはもう、ね、もう2分かかんない、ね、2分かかんないぐらいですもんね、はい、裏から出たら1分、はい、1分かかんない、30秒です。うん、僕は宮崎に行ってああいう環境の中でやるのが若い人が出てきてる一つのポイントかなっていう、そう、それはあると思う、うん、すぐ呼べるっていうのはすぐ呼べるし、はい、すぐもう1打席でもいいですから1軍の、はい、紅白戦に出るとかね、はい、いうことができるのがその若い人が育ってきた大きな要因だったんじゃないかなと思います、はい、やっぱりありますか、うん、あると思います ね、 そう、はい、ね、もちろん首脳陣のコミュニケーションも電話とか、はい、いわゆるその今のリモートじゃなくて、はい、直にコミュニケーション取れるっていうのも大きい、大きいです ね、 ですね、朝のウォーミングアップの時間とかに行って話をしてとか、うん、っていうこともできるので、うん、練習終わってからとかでもできますから、うん、そこはやっぱり直接話できるっていうのは大きいです ね、うん、ね、はい、田口さんはね二軍監督時代は、はい、球場からホテルまで、はい、歩いたどんくらいですか距離、結構12キロぐらいです、歩いた走ってましたね、はい、今もやってんですか、やってないです、今やってないさすがに二軍監督の時に表敬訪問したら走ってるっていうのを聞いたんで、はいはい、あれは何だったんですか、目的は、目的ですか、うん、目的は体力作り、いや自分の体力作り、はい、でもだから体力いりますでしょ、コーチはコーチで、体力はいると思います、いりますよね、はい、コーチはコーチで体力いると思いますね、はい、宝塚市のラジオネームドリームボールさん、はい、リーグ優勝と日本一おめでとうございますと、日本シリーズ現地で見たかったんですがチケット取れなかったんで全試合テレビで観戦しました。最後ワゲスパック投手が三振を取った瞬間は思わずテレビの前でガッツポーズ、本当に嬉しかった、最高のシーズンをありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました、もうね、すごい声援していただいたんで、うんうん、オリックスファンっていうのはもうコアなファンがいっぱいいますからね、はい、そうですね、ね、なんだろう、その同じ在阪でも、はい、阪神ファンとオリックスファンってこう全然違いますね。どうなんですかね、その辺ちょっとわからないですけども、はい、熱心なファンの方はやっぱりいるんで、うん、そこはやっぱありがたいですよね。でファンの方ってやっぱり正直なんで、それこそ開幕後なかなか結果が出なかった頃って、はい、ちょっとこうお客さんが寂しいなって時期も正直あったじゃないですか、はい、でも勝つと本当に5階席まで全部360度埋まるっていうね、ファンって正直ですね。ですよ、それでも仕方がないと思いますよ、ね、ね、勝ってるチームはやっぱりそういう勢いを見たいでしょうし、はい、勝つところを見たいでしょうし、うん、でも逆に選手もそうやって球場がいっぱいになって、うん、どこ見てもお客さんが入ってる、はい、その一つのプレーに対しての声、声援が大きいっていうのをやっぱ経験すると、うん、いやこういう中でやらないとダメだってなりますからね。そうですよね、そうですよね、はい、でもその、お客さんというか声援が選手を育ててくれますよね、うんうん、はい、はい、本当に終盤はねぎっしり詰まって、日本シリーズもそうでしたけども、うん、育ちましたね、はい、選手がね、でも本当にファンの方たちが球場足運んでいただいて声援を送ってくれたんで、うんうん、選手がどんどん成長したっていうか、はい、うん、強くなっていったなっていう、はい、印象を受けますね。僕中継行ってて160キロ連発のピッチャーのボール見てるだけでも価値あるなと思って見てました。いや魅力ありますね、はい、見てたら横から見てても早いなと思いますね、すよ、どんだけ出るんだろうと、はい、で本当に当たり前になったじゃないですか、もう今160キロ投げる、はい、だって
宇田川投手、まっすぐ160、はい、フォーク140ですよ。はい、田口さん時代140フォークってなかったですよね。イラブ、ああそうだ、投手がいて、はい、あの頃は145キロぐらいのフォーク投げてましたね。はい、でもそんなにいなかったですよね。もう本当まれです。彼イラブ選手ぐらいです。今、はい、当たり前になってきましたね。そうですね。何が変わったんですか、そこ。どんだけスピードが、こんだけスピード上がってきて。フォームのメカニズムなんですかね。もちろん、そのメカニズムもそうですし、トレーニングの方法が変わったりとか、あとは、ね、体も大きくなってきたりとかっていうこともありますし、どうかな、あとは食べ物とかも変わってるんじゃないですか。そうか。はい、あと、ほら、今年で言うと、こう、山崎総一郎選手もそうですけど、トミー・ジョンやった後、はい、リハビリしっかりした選手が、こうまたスピードが出てきたっていう、はい、トミー・ジョンから復活して剛速球ってピッチャー結構多かったですよね。そうですね。今でもあれですよ、もうアメリカでは、うん、トミー・ジョンは当たり前っていう、うん、はい、時代なんで、はい、そのもうトミー・ジョン込みでドラフトしてくる、なるほど、はいはいはい、っていう、うん、で基本的にはいつトミー・ジョンするかっていうことまで考えてドラフト取ってきたりとかしてるような状況らしいんで、それを考えると、うん、そのトミー・ジョンの手術が難しいものではないって、うん、むしろ当たり前で、うん、その金属疲労が出てくるのは当たり前、はい、それが修復できるのも当たり前、うん、あっていう時代なのかなっていう気はしますね。ただやっぱり出てきた、戻ってきた人たちの、はい、その終わった後のリハビリっていうのは相当過酷だったんじゃないかなって。いや大変だと思います。1年半ぐらいかかりますから ね、ですよね、投げられるまで、うん、厳しいですよね。おそらくもう最初の頃は本当投げられるようになるのかな、治るのかなっていう、不安があるでしょうね、ところからだと思いますからね。まあ、本当そんな中でこう戻ってきた人たちが結果を出したっていうのは本当に頼もしく見てましたけども、はい、和歌山市のラジオネームなあちゃんは、講師として支えた田口さん、このシーズンオフ、はい、真っ先にしたことは何ですか。激動のシーズンだったんでゆっくり休めていれば幸いです。オフ最初にしたのは何でしょう。神宮で優勝決まったから、はい、翌日移動で帰ってきて、はい、で、まあ、ご自宅へ戻る、はい、うん、でちょっとオフがあって、まあ、秋の練習が始まるわけですけど、最初にしたこと何だったんですか。ウォーキングです。まだ休めてないじゃないですか。いや、うん、体力がやっぱ落ちるんですよね、うん、はいはい、ノック打ってるんですけど、うんうん、走ったりとかしないんで、はい、その辺の体力がどんどん落ちますし、うん、いくらノック打っても脂肪はつくんですよ、はい、でそれがなんかだんだん嫌になってきて、うん、で体重計乗るたびに、内臓脂肪いくつですとか出てくるじゃないですか、うん、今でもね、はい、それをなんとか減らしてやろうと思って、で走る体力がなかなかないんですよ、うん、そうですか、はい、膝も痛いし、うんうん、みたいな感じになってて、うんうん、なのでまず歩くとか。あ、なるほどね、はい、あれですよね、バッティングコーチと違ってベースコーチで立つからある程度かっこよくないとって意識ありますでしょ。まあ、あの太りたくはないっていう意識はあります、うん、ですよね、はい、そこですよね。最後の質問になりますけども、堺市のラジオネームゆうさんです。森選手 FA でライオンズから来ますけど、はい、どのような活躍期待してますか。どのようなですか、うん、もうフル回転でお願いします。フルスイングで、はい、どこまで飛ばすか。はい、でも、それを見に来るファンもきっといると思うんですよね。もちろんそうだと思います。今までの彼のスタイルで、うん、やってくれたら、はいはい、豪快なスイング見たいですし。ですよね。はい、実は盗塁もできるし。そうそう、面白いですよね、はい。面白いですよね。どう、まあ、最終的に使うところは、まあ、中島監督の考えなんでしょうけど。はい、DH とかキャッチャーとかどんな割合なのかなと、すごく楽しみ。まあ、キャッチャー一人減りましたから、はい、楽しみですね。楽しみだったのは楽しみだと思います、うん、まあ、でももうね、彼ぐらいの実力がある選手が来てくれるんで、はい、活躍することは間違いないでしょうしですね、はい、何かまた一つブームを巻き起こしてくれるのかなっていうね、はい、僕は楽しんでみますよ、うん、楽しみ横から、ね、はいはい、まあ意外とまあ、さっき言った走れるっていう話も出ましたし。スピードありますからね。ね、
細かいこともできる選手だと思ってますんで、はい、ね、楽しみにしたいなと思いますけども、本当に田口さん、こう野球のおじ話は尽きないんですけども、はい、そろそろお時間も近づいてきましたんで、ね、とにかくいただいたメッセージかなり紹介しましたんで、はい、田口さんどうもありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございました、はい、NBS ベースボールパーク日曜日、梅田茶屋町 NBS のスタジオからお送りしています。NBS ベースボールパーク日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野雅之が AM1179FM906MBS ラジオからお送りしています。MBS ベースボールパーク日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めてます。オリックスバファローズ田口壮と馬野雅之が AM1179FM906MBS ラジオからお送りしています。お送りしてまいりました NBS ベースボールパーク日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めています。田口壮さんをお迎えして、ま、12年ぶりに WIZ 夜はラジオと決めています。復活版エンディングテーマも懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしいね。勇気の種。はい。実際にね、来てもらって、生演奏してもらったり ね、はい、しましたけども、まあ、本当に、まあ、あの時は4時間の放送、はい、今日は1時間半ですから、そんなに時間は取れずに、まあ、野球の話に終始してしまったんですけども、はい、楽しいですか、コーチは。苦しいですか、しんどいですか。楽しいこともありますし、うん、苦しいこともありますし、うん、ただまあやりがいはありますよね。やりがいがありますね。で、選手が成長していく姿を見てると、うん、やっぱり幸せですよね。ですよね、はい、うん、やっぱり結果を残してくれるのが一番こう報われたなっていうところですよね。まあそうですね、結果残してくれたらそうですし、まあ、結果出せない選手と、ね、はい、一緒に悩むっていうのもまた楽しいですし、ね、二軍監督時代に田口さんのお話聞いたんですけども、まあ、メジャーに行ってましたんで英語もということで外国人選手とのコミュニケーションも非常に考えてやってらっしゃいました、はい、ね、なんだろう、まだ年齢的に、ああでもそうか、選手の親ぐらいになってるところもあるし、お兄さんじゃなくなってますね。もね、お兄さんではないと思うね、はい、もう、うん、もうお父さんっていう感じだと思いますし、はいはい、まあ、バッティングコーチもやり外野守備もやり、はい、まあ、田口壮ファンを代表して言うと、まあ、いずれは監督として僕はタクトを吹き欲しいなと思ってます。難しいこと言いますよね。ありがとうございます。見てみたいですよね、うん、やっぱり田口さんもアマチュア時代からいろんな指揮官の下で、はい、現役としてコーチとしてやってきたんで、いろんな引き出し増えましたでしょ。引き出しは、はい、うん、いろいろ増えてますし、はい、今もでも中島監督の元でやってるのめちゃくちゃ楽しいですし、すっごい勉強になりますし、はいはい、でもね、永久に中島政権というわけでもないんで、僕はその後田口壮と思って、はい、監督がどうのこうのじゃないですよ、はい、いずれ代変わるわけですから。本当に僕はそれ楽しみにしてます。ありがとうございます、はいはい、改めて NBS ラジオに出ていただきましたので、はい、リスナーの皆さん、来シーズンに向けての抱負メッセージお願いします。はい、まあ、なかなか3連覇っていうことはね、難しいって言われてますけども、はい、やっぱりそこをやりたいですし、うん、そういう選手が育ってくれたら嬉しいですし、はい、そこをやっぱりね、ファンの皆さんにしっかり後押ししていただいて、うん、ファンの皆さんに選手を育てていただいて、はい、うん、たくましくしてもらって3連覇ができたらいいと思っているので、また来年も今年と変わらず、うん、今年以上に応援していただきたいなと思います、はい、まあ、今シーズンのことがありますので、はい、最初つまずいても見捨てずにってとこです、ね、それはあります、ね、はい、いや本当に何が起きるかわからないし、パリーグはパリーグの面白さって本当ありますね。あると思いますね、はい、9番がピッチャーじゃないっていうところが本当に野球が違うなって感じたりするし、うん、ね、ますますサンクさんのパリーグを盛り上げてですね、はい、よかったらどうだろう、どっかシーズン中 NBS ラジオでまた声を出していただく、あるいは開幕前にね、はい、いうところを作れたらいいと思いますので、引き続き NBS ラジオよろしくお願いします。こちらこそです、今晩のゲスト、オリックスバファローズの外野守備走塁コーチ田口壮さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、さようなら。さようなら。希望になる
ちは立ち向かうんだ。